さあ、恨みっこ、次の日、ターン2。やっていくよ。さあ、前回しきこさん、しきこさんじゃないわ。たかしくんに言われてね、人体模型のたかしくんに言われてね、四組を目指すことになったんだ。まあ、とりあえず先に四組ってことになるんか。四組どっちだったっけな、記憶が。ないな。ここに出てからの問題やな。どっちやったっけ、右かな、右の方だったような気がするんやけど。おお、こっちこっち。そうそうそう。この四組、四組、漢数字の四組の方に行けって言ったやん。で、そっちに、しきこさんがおったけど、しきこさんがなんか力貸してくれるパターンなんだろうかわからんね。きゃー！あ、普通にできた。ゆっくりのやつじゃなかった。ゆっくりのやつじゃなかったけど。よし。イージー。こいつを振り払うのはイージーだよ。ごめんな。君とは友達にはなれないらしい。戻ってきた。ミクラさん、こっち。来たー。しきこさんが何かを用意してくれとるわ。村岡さん、ちょっと待って。あ、ちゃうわ。こっちか。あれ、どっち？こっち？こっちなのか？あ？あやや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 。あやややや。あれ？え？あやややや。あやややや。あ、ちゃ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 う。ちゃう、どっちだったっけ？こっちじゃない。あ？あれ？あれ？しきこゾーンは？くぼみのし、くぼみのしきこゾーンは？あれ？こっち言われたけど、どっちだったっけ？あ、ここ。ちゃう。ちゃう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 。あれ？あれ？あれ？くぼみがなくなってない？気のせいかな？え？しきこさん？あ！よう見たら、しっくみ出てきてる。あ、もしかして、これ、しきこさんがおった時のくぼみが、こんな感じになったのよ。あれ？村岡さん？こんな壁戸、なかったはず。おう、壁、埋め込まれとったしきこさんは。村岡さん、どこへ行っちゃったの？用意してくれとった。しきこさん、ここで、扉を用意してくれとった。あ。あ、なんこれ、なんかちゃうぞ。机で封鎖してる。うん、校内マラソン大会でもしようぜな。もう外でやればいいのにさ、校内にコース作ってマラソン大会みたいなするんか。だからコースとして壁を作るためにこう机を並べてやる感じ。そこまでせんでもいいのに、マラソン大会なんかいりません。ま、マラソン大会のコースにするんだったらこんだけ入り組んだ廊下になるんわ。納得がいくん。ついた。一年四組。結構早い段階で、あっさりついてしまったが。ここに、出口があるの？とりあえずこれです。机の中に何か入っている？いいな。忘れるな。死の道を選んで進むんだ。平田隆。なんかさ、隆くんちょっと優しいんはわかるけどさ、ここまで念押しされたら隆くん、裏切ろうとしてない？死の道を選んだら本当に死ぬ方向に行くとかそういう話じゃない？隆くん？ちょっと、そこまで念押したいとはちょっと俺、怖いんですけど。信じるしかないけど。これだけ？いや、怪しいな。なんか若干怪しく感じてきた。俺は、います。行くしかないや。外でも言うんだろ、お前。どこの窓からもおるんちゃうか、お前。お前、だいぶすごい追跡能力あるやん。反対向いてこっちもおるね。しきこさん、お前、もしかして二人以上おるんじゃないの？もう一つの窓に、一つのこの枠にさ、一人おる感じの、そういう感じじゃない怖いな、しきこさん。え？真っ暗。道が、なくなってる？暗ない？暗ないか死の道ってあるやん。たかしくん、たかしくん、ちょっと私の思ってたとの違いますな。違いますな。
私の思ってたことと違いますな、これ。怪しい。なんか遊戯王のエクシーズモンスターの枠みたいな色になってる。遊戯王知らない人にとってはごめん。わからないと思う。ごめん。あの扉の形って。何なの？扉の形って、あれ？これまでの扉と、なんか、と比べたらなんか新しい気がするけど？現代の、の扉。あ！これ元のところ？元の、か、帰ってこれたの？元のところやん。まだよ、ミクラさん。その声は、村岡さん。学校から出てくるわせ、まあ久しぶり。その言葉久しぶり。その学校から出てくださいっていう言葉久しぶり。あ、もう帰るまでが遠足みたいな感じなんだな。あ、遠足だと思えるかこれ。無理だね。おお、なんだい君。よお、これまで壁に、あの窓からの外からいつまでも監視しとったんが、これでちょっと裏付けされた気がするね。えあれ、サボちゃんあかんかった。あかんかった。あかんかった。触ったらあかんかったで。いや、触りたーなるだろう。普通どんな感じやか見たーなるだろう。あかんのかい。そりゃあダメでしょう。6回やり直し、結構前だねな。気にするな、気にするな、気にしちゃ負け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 。これは卒業式、卒業式の、在校生の L、在校生がこうおるだけ、卒業生を見送るためにこう並んでるだけ、そういうこと、そういうことにしとこう。うん、まだ卒業じゃない、受験も問題だけど、そういうことにしとこう。ああ、めっちゃ長い。ちょっと卒業の、卒業生を送る歌が、そんな歌でいいの？呪いの歌、来た！抜けた！ありがとう、これまでありがとう、これまでありがとう、在校生のみんな、ありがとう、またな。耳に残る歌だった。そして、あ、私は彦さんの会から逃れることができた。学校で彦さんは私のことを諦め、他の生徒にターゲットを移すのだろう。闇の木造校舎で死んだ木島さん、学校のみんな大人たちも木島さんはプチ家出したのだと噂していた。プチ家出。木島さんと私に起きた出来事なんて誰にも分かるはずがなかった。そして私は学校へ行けなくなった。なんで？塾のチャイムへの恐怖。そして視界の隅にはいつも彦さんがいて、私と目が合うのを待っているから。フラッシュバックか。3時下がらんなりにちょっと頭の中に残ってしまったんじゃ、あの光景が。私を助けてくれた村岡式子さんと平田隆さん、そして死んでしまった木島さん、皆のことを思うと胸が苦しくなった。でもちっぽけな私にできることなんてある、あるんかい。それないっていう流れだろ。私にはなかったっていう流れやろ。あるんじゃ。あった。無力な私にもできることが。スマホ。闇サイト。伝えなきゃ、みんなに伝えなきゃ。しきこさんのことを。そうじゃ、そう頼まれたんじゃ。ミラの近くに危険が迫っていることを。でもこんなところでつぶやいたところで聞いてくれんのだろうな。
それでも彼女は伝えようと頑張っております。というわけで、恨みっこ次の日、異端2、第1話、ここで終わり。なんかちょっと最後、あっけなかった。お、まだ続く。そして、ミクラたちの掲示板への書き込みによって、シキコさんの犠牲者は増殖していく。なんで？いや、心霊スポットと思われとるやろ。じゃあ行ってみようぜみたいな感じで思われとるやん、これ。逆効果じゃねえか。そうなんだ。じゃあ行ってみようぜって。現代の若者。そういう噂話に引き寄られたら、あれか、YouTuber がさ、心霊スポットに行ってみたいみたいな感覚でカメラ持って行ったな。そのせいか。あかんぞ、YouTuber。いや、YouTuber のせいにしたらあかんけど。よっしゃ。というわけで、恨みっこ次の日、イタン2、第1話今回で終わり。では次の回、次から第2話やっていきますが、この流れからしてさ、第2話ってあるけど、ちゃんとした続編って話しなかったんかな？わからんけど、第4話まであるんよね、今。今の時点。第5話まである。もう作るよんか知らんけど、第4話まである。まあ、とりあえず、どんどん、次の、撮っていきたいと思うんで、上げていきたいと思うんで、これからもよろしくお願いします。次の日イタン2もまだ続きます。第1話終わったけど、というわけで週上げ。あの高橋くん、あの元の世界に戻るための道を教えてくれるんはええけどさ、その途中におる在校生の見送りに触れたらアウトってことを教えてくれんかったらさ、困るんよ。すぐに触れてもゲームオーバーの沼に引きずり込まんといてって在校生に言っといてよ。